過信探祭、見逃すわけにはいかないよな。早くドニアザードを探しに行こうぜ。多分この前案内してくれたグランドバザールの近くにいるはずだ。これで一緒にクラクサナリデビ様の誕生日を祝えるわね。そうだね。お祭りは明日開かれるのよ。あれだけ準備したからか少し緊張してきちゃったわ。緊張するな。クラクサナリデビはきっとみんなの思いを感じ取ってくれると思うぞ。うん、ありがとう、パイモン。過信探祭に来てくれたみんなには楽しい時間を過ごしてもらいたいわ。そうそう、オルモス港には行った？何か発見はあった？もちろん行ったぞ。しかも、いろんな出来事があって。そうだったの。また羨ましい冒険をしたのね。もし、また機会があれば、私も。お嬢様、その健康状態でまだオルモス港に行きたいって言うんですか？私に迷惑をかけるだけじゃ済まないですよ。ディシア、お前盗み聞きしてたのか。おい、これは影の護衛ってやつだよ。雇用主を取り巻くあらゆる情報を把握することも職務の一部なんだぞ。ディシア、もういいの。さっき私は行きたいって言っただけ。自分のことくらいはっきり分かってるから安心して。明日は祭りなんだからディシアも少しリラックスしてほしいわ。ずっと迷惑をかけてばかりだけど私はもう平気だから。うん、ドニアザードお嬢様にそう言われましても。安心してったら私の守護騎士さん。わかりました。今夜だけですよ。明日こそ本番。悪意を持った奴らが祭りの日を選んでやってくるでしょうから。ふぅ。あ、港から駆け足で町に戻ってきたから二人は疲れていたのね。ごめんなさい、今気づいたわ。あなたたちに休憩用の部屋を用意しておいたの。ついてきて。うわ、お前っていい奴だな。行く行く。次の仕事は？一番近くにある私の仮住まいからも近いの。すごくいい感じだぞ。そんなことないわ。お礼はいいから。その代わり、また機会があればもっと冒険の話を聞かせて。それオイラ得意だぞ。次はオイラが教えてやるよ。あ、もしよかったら明日は一緒にお散歩しない？友達はみんな祭りで仕事があるし、ディシアは私のことを陰で護衛すると思うから。そ
そうだな。特にディシアなんかずっと疑心暗鬼でいたらピリピリした空気になっちゃうもんな。じゃあ明日の朝近くの市場で待ち合わせしましょう。二人とも早めに休んでね。おう、おやすみ、ダニアガード。興奮して眠れなくなっちゃいそう。それじゃまた明日。オイラもワクワクしてきたぞ。家臣探査には美味しい料理があるのかな。ダメだ、想像するとお腹が減って眠れなくなっちゃうぜ。早く寝ないと。旅人、中に入ろうぜ。ちょっと寝坊しちゃったかな。早くドニアザードと合流しようぜ。私が早く来ちゃっただけだから。はあ、ついにこの日がやってきたのね。一分一秒を金のように大切にしないと。ドニアザードはこの日のために頑張ってきたもんな。思いっきり楽しもうぜ。そうね。でも昨夜はあまり眠れなかったから最後まで体が持ってくれるといいけど。じゃあ行きましょうか。まずはあそこの屋台から見てみましょう。過信探査日では補助金の受け取りを断って自主的に出店する業者も多いの。まずはその人たちの応援に行きましょう。補助金を断るなんて。出店する人たちってお金目当てのやつばっかじゃないんだな。クラクサナリデビ様の誕生を祝える貴重な機会だから、お金よりも雰囲気が大事ってその人たちは言っていたわ。お、あそこに美味しそうなもんが売ってるぞ。見に行ってみようぜ。料理を売っている屋台ね。お、見る目があるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。キノコ、花、それからいろんな果物で、肉はないのか。ちょっと残念。で、さっき言ってたハフトスイーンって何なんだ。過信探査の伝統行事よ。昔の人たちは七種の料理を食卓に並べる習慣があったらしいの。一般的によく見られるのが、ルッカデバータダケ、サウマラタハス、ローズ、ユーグレの実、カルパラタハス、ハンラの実、ザイトゥン島などね。過信探査って、精進料理を食べる日なのか。そういうわけじゃなくて、その七つの料理は、あくまでスネイルの神が持つ、7つの美徳を象徴しているの。じゃあ精進料理が草の国であるスメールの神を象徴するものなら、炎の国のお祭りだったら焼き鳥、焼肉団子、ステーキとかばっかになるんじゃないか。旅人、オイラたち予定よりも早くナタに行こうぜ。願いが叶うといいわね。よし、じゃあ
屋台も回ってみようぜ。君たち、錬金占いを試してみないかい？錬金占い？なんだか変な組み合わせだな。だろ？これに初めて巡り合った時、僕もそう思ったよ。伝説では、クラクサナリデビ様が発明したらしく、謎に満ちたものなんだ。それで、具体的に何をすればいいんだ？やり方は簡単さ。お客さんの持ってるものの中から、錬金術の材料になるものを無作為に二つ選んでもらい、僕が錬金術を行うんだ。ずいぶん適当だな。そんなの失敗するに決まってるだろ。いや、失敗するのが正解なんだ。この占いは、錬金が失敗した後の粉塵を読み解くものなんだよ。クラクサナリデビ様によると、万物は互いに関係し合っていて、すべてのものが運命を指し示すことができるそうよ。これもある種の古代の知恵なのかもしれないわね。ドニアザードの説明を聞くとは、なんだかそれっぽく感じてきたな。まさかお前ら、グルなんじゃないよな。そんな深い意味があったのか。君は博識なんだね。どう？やってみたくなった？よし、少し待ってね。月が見えてきた。トイレにも見せてくれ。そうか？なんだか一口かじったパイみたいだけど。そうだね、月となると、つまりちょっと待ってね。こいつこっそり本で調べてるぞ。ああ、そうだった。これは虚言と嘘を意味しているんだ。虚言と嘘。あまりいい結果ではなさそうね。まあでも、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。って本には書いてあるよ。本で調べたってことは、もう隠す気ないんだな。やっぱり運命は表面を見せてくれるだけで、結末を迎えるには自分を頼らないといけないのかもね。ありがとう、参考になったわ。いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。そういえば、もう遥か昔のことなんだけど、家臣探査はとても賑やかな祭りだったそうよ。特大のフロート車が街中を巡り、人々は花やお菓子を振りまき、お酒をかけ合いながらオルモス港へと向かったの。ドニアザードの目が輝いているぞ。ちょっと憧れてるの。でもニーローの家臣の舞もきっとそれに引けを取らないはずよ。Thank you.
やあ、兵士諸君。ご褒美のヤルダーキャンディーをもらうには、しっかりと隊列を組むんだぞ。変な帽子をかぶった変な奴がいるぞ。あ、ドニアザード姉さん。子供たちにとってドニアザードさんの魅力はヤルダーキャンディー以上なんですね。家臣探査の準備をした数日間で、子供たちはすっかりあなたのことを好きになったようです。あら、神聖なる花の騎士、私の名を存じていただいているなんて光栄ですわ。当然だとも。花の騎士ファーリスの名において偉大なる家臣探実に貢献したことを称えよう。さあ、小さな兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーは持ったかい？それじゃ、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って退散。はい、ファーリス騎士。なんだこの小芝居。花の騎士ファーリスも家臣探査を象徴するものなの。昔はフロート社に花の騎士を演じる人が座っていて、子供たちから大人気だったそうよ。ドニアザードお嬢様のおかげで、子供たちはこのような楽しい思い出を作ることができるのです。ええ、あなたもご苦労様でした、イハル。いえいえ。あ、そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがですか？これも祭りの目玉みたいなものでして、ちょうどキャンディーの箱をいくつか用意してあるんです。どうぞ選んでみてください。選ぶって、これ全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っていて、何が出てくるかは運次第。味はスミレウリアジ、ハンダのミアジ、夕暮れのミアジ。美味しそうだな。それからトカゲの尻尾味やオニカブトムシ味。おい、何なんだよその2つは。オニカブトムシ味のヤルダーキャンディーはトカゲの尻尾味よりも若干辛いのよ。まさかドニアザードは全部食べたことあるのか。オイラが欲しいのは夕暮れの宮地だ。大丈夫だ、オイラはお前を信じてるぜ。私も旅人はこういうのが得意な気がするわ。さあ、キャンディーの箱は左から順に5つの数字が振ってあります。何番にしますか？ああ、残念。トカゲの尻尾味でした。あれだけ大きな戦いを生き抜いてきたから、きっと運がいいもんだと思ってたけど、そんなことなかったんだな。夕暮れの宮地のキャンディーが入っていたのは、実は4番の箱でした。ただまあ、お祭りはみんなで楽しむことが重要ですので、このキャンディーの箱は2つとも差し上げましょう。花の騎士です。キャンディの騎士ではありません。パイモンはこのフロート社を持たない花の騎士にとどめを刺したようね。キャンディも食べたし、そろそろ次の場所に行くか。そうだ、忘れ物を思い出したんだけど、ちょうどあなたもいるし、一緒に取りに行ってくれないかしら。きっとドニアザードは家臣探査のことで頭がいっぱいだったから、家を出るときに忘れ物しちゃったんだな。ごめんね。やあ、若き兵士諸君、入隊しに来たのですか？
無駄足か。来るのが遅かったみたいだな。お嬢様も随分と早起きなこった。さっすね。いや待ってください、ボス。あいつじゃないっすか。おお、間違いねえ。あっちからのこのこやってくるとは運がいい。エルマイト旅団の連中だ。悪いことを企んでるみたいだぞ。あなた誰？風前家に雇われたわけじゃなさそうね。は確かに風前家から金はもらってねえが、お前をさらえば風前家が身の代金をたんまり払ってくれるだろう。人さらいだったのか。タルミト、ドニアザードを守るぞ。考えたことなかったのか。あんたらじゃかなわないような同業者がすでに風前家から金をいただいてるってことに。お前はディシアか。死霊の獅子ディシア。どうりで傭兵界隈で長らく名を聞かなかったわけだ。まさか鎖に繋がれてたとはな。失礼な発言は慎んでもらえるかしら。ディシアは私たち風前家に恩があって協力してくれているのよ。大丈夫ですよ、ドニアザードお嬢様。ただの傭兵同士のちょっとした牙の見せ合いですので、剣を打ち合った瞬間彼らは本性を現します。もう長いこと姿を見てなかったし、剣の腕も錆びきっとるんじゃないか。過剰な自信は足をすくわれるぞ。旅人、ドニアザードお嬢様を連れて先に行け。いや、相手は複数だ。オイラたちも残って手を貸すぞ。そうか、確かにそうだな。わ、わかった。ディシア、くれぐれも気をつけて。これが私の仕事です。問題ありません。それよりも自分の身を守ってください。片付いたら探しに行きますので。動きすぎただけよ。いつものことだから。本当に大丈夫かよ。しばらく休めば大丈夫よ。それよりもディシアのことが心配だわ。私のわがままのせいで。そうだ、安心しろ。お嬢様、旅人、ここにいたのですね。デシア、もう終わったのか。周りに共犯者は、もしくは誰かにつけられなかったか。デシア、あなた腕が。ああ、これでしたら大丈夫です。ただのかすり傷ですから。普段ならあんな連中の攻撃を食らわないのですが、新しい体験にまだ慣れていなくて。よく見せて。いえ、問題ないので気にしないでください。傭兵はお嬢様が思っているほど、やわじゃありませんよ。それに、新しい体験って、今まで使っていたものはどうしたの？おう、その、まあ、ちょっと金欠で、売っちゃったんです。たまにあるんですよ、こういうの。もしかして、最後の舞台を設置するときに使った、あの出所不明のお金って。いや、あ、そのドニアザードお嬢様を泣かすつもりはなかったんですよ。うん、
まさか雇用主を泣かせたからって言及なんてことはありませんよね。雇い主を泣かせたところで給料は減らないわよ。でも武器を無断で売ったり私のために怪我を負ったりした点は評価の参考にしないとね。それはあんまりですよ、お嬢様。本当にありがとう、ティシア。いえ、そんなこと言わないでください。デレショーなんでなんだか恥ずかしくなってくるじゃないですか。ドニアザード、また気分が悪くなったのか。お嬢様、まさか具合が。旅人、しばらく彼女を休ませてあげてくれ。私は待ち伏せをしている共犯者がいないか少し周囲を見てくる。みんな迷惑かけてごめんね。しばらくここで休めば大丈夫さ。私の病気を心配してくれるの？だったらもうこれ以上隠すわけにもいかないわね。実は私、生まれつきマリン病なの。しかももう末期まで進行しているわ。マリン病？そんな。ほら、マリン病のことを知っているの？じゃあ、それがどれほど深刻なものなのかも知っているわよね。現在、スメールの技術でこの病気を感知させることはできない。自然療法で進行を遅らせるのが精一杯なの。ドニアザード、そんなに悲しまないで。私はずっとそれを覚悟して生きてきたんだから、もうとっくに受け入れているの。ただ、マリン病にかかっている事実より、それによる生活への影響の方が、私は辛いわ。家族は、私のことをとても愛してくれている。もっと長生きできるようにと、環境を整えることに最善を尽くしてくれているわ。それでも、いずれその日は必ずやってきてしまう。あのね、今回のように逃げ出すまで、屋敷の外の世界には、私の存在を知る人なんていなかった。幼い頃から、私はただ、毎日ベッドの上に座って、窓の外をぼんやりと眺めていたわ。今回逃げ出したことで、きっと家族には心配をかけるし、失望もされると思う。でも、私はただ、悔いを残したくなかったの。私には人との出会いが必要だった。出会いそのものが私にとってこの上なく美しいことだと気づいたから。それに過信探査の準備に携わった思い出はもちろん、参加してくれた人たちの笑顔、そして私を支えてくれたリシアやあなたたちのような友人、そのことを思うと、たとえその日が来ても、そう悲しむ必要がないように思えてきたの。少なくとも、私の存在を覚えてくれている人は、この世にたくさんいるから。でしょ？お前がオイラのことを忘れない限り、オイラもお前を忘れないぞ！あ、じゃなくて、たとえ忘れられても、オイラはお前のことを忘れないからな。二人ともありがとう。ごめんなさい、
こんなしんみりした話しちゃって私らしくなかったわね。実はこういう風に勇気を持てたのもクラクサナリデビ様のおかげなの。あの方の励ましがなかったらこの一歩を踏み出せなかったわ。ええ、生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？そうだ、もうそろそろ時間じゃないかしら。どうしたんだ？この後何かあるのか？もうすぐ家臣の舞が始まる時間でしょ。私、家臣探査の中でもそれを一番楽しみにしていたの。神話の中の一幕をニーローがとても優雅なダンスで再現するのよ。そして家臣探術はその拍手と祝福の中で終わりを迎えるわ。そうすれば私の願いも。じゃあここで時間を潰してないで早く舞台のとこに行こうぜ。え、今から行けばまだ間に合うと思うわ。許可なくこういった類の演目を行うのは法令で禁止されているのよ。まさか知らなかったの？あれってニーローが誰かに怒られてるみたいだぞ。教練員の大賢者みたい。どうしてわざわざこんなところに来ているのかしら。でも家臣の舞は家臣探査の定番だよ。もし披露できないとなると。大規模なイベントを密かに行うのは家臣探査では禁じられているわ。それに主催権は教練員しか持っていない。これ以上続けるのなら家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。家臣探査はもともと教練員が開催すべきもので、その責務を長年放棄していたのはあっちなのに。どういうことか聞いてくるわ。見ていられないけど、あなたの言う通りね。確かに私がいても状況は変わらないわ。芸術、ダンス、この知恵と理性の国でこんなにも薄っぺらく意味のないものを追い求めるなど恥を知らんのか。全ての真実と真理を求める学者たちのために神はスメールシティという楽園を作った。しかし君らのような人間はそれに泥を塗ろうとしている。そんなことない。家臣様が我々の神に舞を捧げたように神も芸術をないがしろにすることはないはず。お前のような学のない奴にこの私と議論する資格があると思っているのか。今お前がすべきことは一刻も早くこの馬鹿げた舞台を撤去することだ。帰ったら次のジュニアナガルバの日までにこのような公演を禁止する法令を書記官に作成させる。アーカー社を通じて民衆に通達しておけ。はい、すぐ手配いたします。家臣探査でせいぜい神の生誕を祝うがいい。ニーロー大丈夫か？あ、ドニアザード、今の見てたんだね。大賢者に公演を止められちゃった。ええ、どこか別の場所に行って教練員に見つからないように続けようかな。あ、でも
お客さんにどうお知らせしたらいいんだろう。雰囲気作りや舞台セットの用意も必要だし、それか公演を妨害する人を誰かに止めてもらうとか。さっき処罰するって脅されちゃったし、もし発覚したら。ニーロ、私のことなら大丈夫よ。でもドニアザードは家臣の舞をずっと楽しみにしてたんでしょ。今回の家臣探査はあなたにとってとても大事なものだし、後悔してほしくないの。気にしないで。ニーローにそんな風に思ってもらえるだけでもう十分幸せだから。それにこの状況で家臣探査を続けるのはさすがに危険すぎるわ。私、みんなをそういうのに巻き込みたくないの。うん。じゃあ次もこっそり家から抜け出せるよね。次の家臣探査は絶対に成功させるから。次。ええ、約束ね。次は必ず成功するわ。まさかこんなことになるなんて。あの賢者たち、風情のかけらもないな。うん、大丈夫。こうなったらもうしょうがないもの。でも、ニーローの家臣の舞を見られなかったのは、ちょっと残念かな。今日はいろんなことがあったな。しかもあんな残念な結果になっちゃうなんて。ニーローは来年の家臣探査は成功させるってドニアザードと約束してたけど、あいつにはもう時間が。そうだな。全ての接続を確認。最高レベルの安定性を保有するアーキテクチャを構築。計画は最終段階へ。から力を導出する。お前のせいで寝坊したんだからな。このままだと遅れちゃうぞ。早くドニアザードと合流しようぜ。急がないと。私が早く来ちゃっただけだから。なんだか少し元気ないみたいだけど、よく眠れなかったのか？うん、心配しないで。私なら大丈夫。まずはあそこの屋台に行ってみましょう。おお、っておい、何ぼーっとしてんだよ。早く行こうぜ。料理を売っている屋台ね。よく知ってるね。これを知ってる人はもうだいぶ少なくなってきてると思ったのに。肉はないのか。ちょっと残念。で、そのハフトスイーンって何なんだ？家臣探査の伝統行事よ。人々はこれら料理を食卓に並べて、
スメールの神が持つ七つの美徳を象徴しているの。日本人からして月のようだね。そうか？なんだか食べ物みたいに見えるけど。月が象徴するのは、何だったか。ちょっと待っててくれ。こいつ、こっそり本で調べてるな。ああ、そうそう。これは虚言と嘘を意味しているんだ。ただ、自分の直感を信じ、心の中の恐怖を克服すれば、太陽は必ずや昇るだろう。そう、参考になったわ。ああ、いやいや、実は僕もまだ勉強中の身なんだ。なかなか面白かったな。よし、次の場所に行こうぜ。次はどこに行くか。兵士たちよ、ご褒美のヤルダーキャンディーをもらったら、クラクサナリデビ様に忠誠を誓って解散。はい、ファーリス騎士。なんだなんだ、今のって何かの芝居か。花の騎士ファーリスは家臣探査のシンボルでね、子供たちに大人気なの。ドニアザードさんの支援がなかったら、子供たちが花の騎士の私に会う機会もなかったでしょうね。そうだ、ヤルダーキャンディーはいかがです？箱の中に入っているので、どうぞお好きなのを選んでください。選んで？これ、全部同じものじゃないのか？そこがこれの面白いところなんですよ。箱の中のキャンディーは味がランダムに入っています。スミレウリ味、夕暮れの実味、ハンラの実味。お、確かに面白そう。それからトカゲの尻尾味や鬼カブトムシ味。おい、なんだよその味。ここはお前が代わりに選んでくれ。オイラが欲しいのは夕暮れの実味だからな。はい、キャンディーの箱は5つで、左から順に5つの数字が振ってありますが、どれにします？